はい、ズバットレッド塩見です。梅田のですね、東通り抜けたところらへんの扇町との間を今ちょっと歩いておりますが、この近く結構ですね安い自動販売機とかあったりします。ちょっとそれをみんなに見てもらおうと思います。もうちょっと行ったところにあります。では、はい、見えてきました。すごいですね、これ50円50円とかいろいろ書いてあります。一番安い UCC のコーヒーが50円です。カフェオレからずっと続いて60円が並んで、上の段も60円、ペットボトルが70円とかってそんなが並んでます。上の方が80円ぐらいビヨーンと100円台が並んでたりします。すごいですね。こういう近くの梅田のど真ん中あたりぐらいですね、ああいう50円の自動販売機が置いてあるというのがいかにも大阪っていう感じでございます。以上、突発的な自動販売機レポートでした。では。